プロやん。果たして柱がはまるかな。うわ、怖っ。待って、計算通りいってるが、待って、うわ、ぶつかったらもう終わりだからね。仮面は結構、仮面変身とか、もともと宗教から始まってたりとか、遊びと関係あるとかっていうので結構外れない、どこ見ても外れの接点がないから壁にしようかな。もう一人の自分になるやつだっけ。そうっていうか演技。ああそうか、演技だ。あとそう、別の世界に生きる自分に仮面をつけるだけでなれる。対象ですか、ほぼ。今回作品名が一個もついてなくて、つけてなくて、全部記号になってて。してしまっているっていう状態を作ってたら面白いものになるだろうな。ありがとうね。はい。顔づらいじゃね。次回展示で。ありがとう。お気をつけて。いきなり向こう行ったら多分もう拒絶反応が起きてなんか分かんなくて変えたいみたいな。何行かれないか。どこから見てもでかいものを作りたいと思ってるんですよ、はい、でそうやって物理じゃ絶対に無理だって、はい、そのスカイツリー見て気づいたんですけど、なっちゃうから、ちょっと東京で撮りました、時計1年くらい撮りましたって感じで、まあ、こういう見てもらえればいいじゃない、もう次行ってらっしゃるでしょ。
書けばいいと思います。